どうも、おはちゅうりますです。今回はね、これらの面白そうなガチャガチャを見つけたんで、合計7回回してきたんで、今回ね、こちらのガチャガチャの、開封動画になります。はい、ということで早速やっていきましょう。今回開封していくガチャガチャなんですけど、アリ、素晴らしきミクロの世界っていうね、ガチャガチャを開封していきます。このガチャガチャね、もう今までね、見てきたガチャガチャで初めて見たんですけど、アリをメインにしたガチャガチャです。で、5種類あるんですけど、その中でね、僕は、全部当たればいいなと思うんですけど、中でも女王アリが当たるみたいなんで、それをね、狙って開けていきたいと思います。まずはね、1個目からやっていきましょう。はい、1個目開封終わったんですけど、この子をですね、何やろこれ。何これ。あ、マジか。一発目で多分女王アリが当たっちゃいました。マジか、一発目で当たっちゃった。で、他の種類はこういう風な感じになってます。女王アリと、今回当たった女王アリと、テントウムシの餌と、テントウムシが餌になってるやつと、クロオアリの働きアリで、これは働きアリと幼虫で、カマキリの頭が餌になってるやつかな。で、あとはクロオアリの働きアリが2匹みたいですね。さあ、どんどん開けていきましょう。これ実物大なんかな。めっちゃでかいけど、こんな。めっちゃリアル。これはいっぱい飾ったらね、面白いことになりそうやな。じゃあ2個目やっていきます。2個目が今度働きアリと幼虫が当たりましたね。これ何の幼虫やろ。働きアリの子供って意味なんか、餌の幼虫なんかどっちやろ。で、こっちも大きさはこんな感じ。女王アリとそこまで大きさは変わらないかな。ちょっと女王アリの方が大きいかなって感じです。やばい、また女王アリかぶった。はい2匹目の女王アリです。で、ぶっちゃけそこまでね、働きアリと見た目はわからないんで、そこまでアリに詳しくない人からしたら、アリがいっぱいおるわって感じに見えるんじゃないですかね。もし詳しい人やったら、こう女王アリ2匹飾るんじゃないとか言いそうなんですけど、次やっていきましょう。マジかよ、まさかの、また女王アリ当たりました。マジで何匹おんねん、女王アリ。普通さ、こう女王アリが一番レアっぽいから少なめに入ってると思ってたんですけど、結構入ってますね。はい、3匹目の女王アリ。もうなんか女王アリが働きアリに見えてきた。5個目は、テントウムシの羽を持ってる働きアリですね。はい、こんな感じ。こうアリが大きめに作られてるんで、相対的にテントウムシの羽もめちゃくちゃ大きく作られてますね。もうこんなでかさのテントウムシ見たことない。で、これね、口にくわえさせることができるらしいです。こういう風に、ほら。で、ちょっとリアルな感じに見えるっていう。あ、取れちゃった。ほら、こんな感じ。こういうところも再現されてて、すごくリアリティがありますね。で、6個目がまた女王アリですね。これ女王アリの確率やばくない？ 6 個中4個女王アリってやばいな。最後がテントウムシの、またテントウムシですね。一応当たったやつを全部並べてみたんですけど、こんな感じです。7個中まさかの4個女王アリっていうね。で、これはこれで可愛く見えてきますね。これなんか100個ぐらい集めて部屋に飾りたいな。で、テントウムシ。じゃあね、ちょっと他のフィギュアの置いてあるところに置いていきましょう。はい、ということで最後にね、梁とかを飾って終わりたいと思います。で、今映っているのがこっちがね、東ヒキガエルで、これがなめ肌タマオヤモリで、残り2つは残り2つっていうか、後ろのこれもねフィギュアじゃなくて脱皮なんですけど、これがボールパイソンの脱皮で、こっちがブラジリアンブラックの脱皮で、こっちがアジアンフォレストスコーピオンの脱皮です。まあね、よく僕の家に遊びに来た人はよくフィギュアとね間違えられるんですけど、実は脱皮っていうね、なんかあれやな、アリがでかすぎてそんなにアリって感じがしいな。どうでしょうか、こんな感じ。はい、置いてみたんですけど、なんかねすごくカオスな状態になっちゃいましたね。うん、どういう状況やろこれ、やばいな。はいということで、またねいろいろとガチャガチャ動画とかもやっていこうかなと思うんで、よければ見てもらえると嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。